待てっちゅう。とりあえず金出せ。邪魔や。
勘弁してください。許してください。ああ、支配人、おはようございます。おう。先ほど支配人宛てにほぐし会館のリー様という方からお電話がございました。リーから？ご存知の方ですか？まあ、そいつ、なんて言うとった？それが、支配人にすぐそのほぐし会館に来ていただきたいとしかおっしゃらなくて。支配人？わかった。よう伝えてくれたな。いえ、それでは失礼いたします。Yeah.
ちゃう、そこの。お金ちょうだいや、お金。なんなんや。目障りなんやこの。欲しいって許してください。今度紹介するわ。おう、ということで粘膜の装填堀で起こった非常に奇妙な事件ですが、この事件については CM の後引き続きお伝えしていきます。おお、マジマ、よう来た。待っとったで、傍聴まで。何興奮しとんねん。そら興奮するに決まっとるやろ。な、お前水臭いやないか。たった一人で。せやけどこれで一件落着や。ようやったで、マジマ。何の話や。何って、お前やったやろ、あの写真の女。今日未明、蒼天堀川で発見された若い女性の遺体は、身につけていた衣類などから牧村誠さん20歳とみられます。遺体は損傷が激しく、大阪府警では牧村さんが何らかのトラブルに巻き込まれた殺人事件であると断定。捜査本部を設置し。何や、これは。
おい、お前がやったんちゃうんか、あの写真の女を。俺はやっとらん。やるわけないやろ。せやけどお前、死体は昨日お前が持ってった誠の服着とったで。なんやと。朝店にデカが来てな、身元確認や言うて死体の写真見せられたんや。顔は潰されとったが、服は間違いなくお前に渡したやつや。はい、ほぐし会館です。ああ、お前にや。変わったで、真島や。わしからのプレゼント受け取ってもらえたか。何の話や。決まっとるやろな、牧村誠の死体や。何やと。あの子はこれで死んだことに納得やな。あんたが消される心配はもうないちゅうわけや。感謝してもらうな。お前何もいや、目的は何や。取引したいんや、あんたと。何わけわからんこと。実は今な、あんたの店で飲ましてもろてんねん。お前、グランドに。いや、もうちょっと。ええ店やな、真島くん。わし、ここ気に入ったで。今から一緒に楽しもうやないか。あんたも早おいで。